はい、美容師さん、山口です。こんにちは。こんにちは。こんにちは。今回はこの動画を使って、うちのお店がこんな感じのお店ですよとか、スタッフがこんなスタッフですよっていうのをちょっと紹介するっていう、動画になってますので、最後まで見てください。お願いします。はい。お店の店内とかは結構うち分かりづらいので、中に入っていただくとこんな感じですよっていうお店の雰囲気も見れますので、あと各それぞれのスタイリストの方が、得意としてたりとか、実際に行ってる一連の流れっていうのが見えるようにちょっと簡単に作りましたので、ぜひ見てください。美容室半山菓子の上川です。趣味は買い物とか自転車を乗ることが多いので、自転車でいろいろ回ったりするのが好きです。得意なことは、勉強はできなかったんですけど、記憶力が割といい方なので、結構どうでもいいことを記憶するのが得意です。好きな食べ物は、小さい頃からアイスがすごく好きなので、風邪ひいたりとかするときは大体アイスを食べたりしてます。休みの日は友達と会うことが結構多いですね。地方に行ってる友達が結構いるので、帰省してくる友達がいると大体集まったりしてます。年齢的に結婚してる友達が結構いるので、旦那さんの話だったり、まあ、いろいろ話をします。お店独自でやってるドライングパーマっていうのがあるんですけど、そのドライングパーマだったり、あと、まあ、デジタルパーマもうちの店はやってるんですけど、それもちょっと薬が違ったりするので、そういうのも、そうですね、経験したことないお客さんは一回試してみるのどうかなと思います。ちょっと今までのパーマじゃちょっとなって思う人はちょっと試してみてはどうかなと思います。最近の痛かった出来事は、車に軽くはねられて、今まで人生生きた中で一番味わったことのない痛みでした。自転車に乗ってて、ありがとうございます。はい、昔スタイリストの西本彩太です。高校を卒業するまで、帯広にいまして、一応大学1年間だけ行ったんですが、そこから20歳以上美容師をやり始めました。学生時代はサッカーをいらっしゃいませと、12年間小1からこちらのお席にどうぞ。僕は、まあ、趣味はそんなに、ないんですが、はい、こちらですね、たまにやったりとか、スノーボードやったりとか、アクティブに。得意な技術は、一応うちオリジナルの早昔の、カットのやり方を、まあ、学んで、今はもうそれをやってるのですが、もちろんカットの方、パーマーから全部得意自信はあるんですが、まあ、こういった僕はパーマの方も、薬によって実験の方も実際にやってまして、まあ、薬が違うとこうカールがそれぞれこう違うんですが、それも一人一人の髪の毛に合わせて、麻薬剤だったり変えて、その人に合ったパーマ剤を使ってやっていきたいなと思います。暖色系と寒色系大きく2つに分けて、これも実際にカラーそれぞれ会社によって色味が違いますので、これもお客さんの要望に合わせて一人一人に合ったカラー剤を、実際に相談しながら、選んでいきたいなと思います。これも僕は全部の、会社を一応カラー実験して、まあ、色味も一応こう実験したので、まあ、それぞれ人それぞれカラーっていうのは、まあ、ベースの毛が違うと発色も違いますので、しっかりカウンセリングの方して一緒にカラーの方も好きなカラーの色味になれるように作っていけたらなと思います。最近の面白かった話はですね、最近はちょっと僕お酒が好きでして、お酒を結構飲むんですが、ちょっとお酒飲みすぎて財布をなくしてしまい、運転免許証からキャッシュから全部ちょっとなくしてしまって、いまだに見つかっておらず、いくら入ってたんですか？いくら入ってた？一応4万円ほど入ってました。お待ちしております。自分にとってはもう高額な、4万円。ありがとうございました。
始めます。どうも。お金を恵んで結構ですね、趣味は海外に、まあお金がないんですけど海外に行くことが好きで、海外の文化とかを見るのがすごく好きで、モスクなんか行った時はすごく良かったですね。クアルンプールのブルーモスクに行ったんですけど、すごいモスクの雰囲気がすごく好きで、もともと中東がすごく好きで、まあ店内もそういう感じにもしてるんですけど、海外旅行行ったりとか、最近食べることに興味が結構出てきて、なんか変わったものを食べたりとか、そういうのがすごく好きです。音楽ちょっとやってまして、音楽がちょっと好きなんですが、最近ですねお店の1階に、ちょっとした倉庫というか感じを借りまして、そこを面白くできないかなということで、そこに音楽の機材を置いてですね、まあお友達を呼んで音楽を聴いて楽しめるようなスペースをこれから作ろうと思ってまして、名前はねイルボアっていう名前の小屋というか、ライブができるような、そういう場所を作ります。入り口はね、なんかちょっとこうチュニジアとかモロッコをイメージしたような入り口で、興味ある方はねぜひ言ってほしいと思いますね。あと僕はYouTube にですね動画を結構アップしてるんですけど、まあだいたい500本ぐらい YouTube に現在今アップしております。カットの技術法だったりとか、そういうことをやっております。あと自分のオリジナルのシザー、ヘアリーシザーっていうのを、制作しておりまして、そのヘアリーシザーの動画だったりとか、あと普段のサロンワークの動画っていうのを YouTube にたくさんアップしてるんですけど、まあ、独自で生み出したカット法だったりとか、そういうのを、まあ、ことにからですね全国に発信していきたいなということが、思っております。先日は中国の方に、講習の方を受けさせていただきまして、中国でカットとパーマの講習をしてきました。なので、まあ、お店兼そのヘアリーっていうシザーの方の、営業活動だったりも力を入れていきたいなと思っている感じです。他の美容室に飽きちゃった、どこもみんな一緒だ、そういう方は絶対ここに来てください。早任せ。ちなみに、僕はタロットカードの占いもやっておりますね。最近忙しくてあまりできないんですけど、まあ、簡単な占いくじみたいなのは一応してます。少し変化が求めている方とかは勇気を振り絞って、うちの美容室に、ぜひ来ていただきたいなと思っております。皆さんのご注文してます。はい、皆さん来るの美容室早任せはお待ちしてます。皆さんぜひ、ちょっと分かりづらい場所ですけど中は結構可愛く仕上がっているので、このアットホームの美容室に皆さん来てください。お待ちしてます。どうもー。